続いて岐阜県岐阜市にあるエグゼさんにやってきました。さあ、今日はですね、岐阜県にあるエグゼさんの秘密車庫にやってまいりました。ここでですね、今回紹介する車はこちらです。じゃん、これは何でしょう。はい、これはフェラーリの488ピスタのスパイダーです。ピスタ、はい、で、488のシリーズ、458が後ってことですね。そうです。のスパイダー、スパイダーで488ベースなんですけど、まあ、一応そこで軽量化され、はい、でパワーアップされ、はい、特別車ですよね。がピスタっていうのがやつ。はい、そうです。軽量化も、じゃあ普通の488より軽い。そうですね、40キログラム軽いっていうお話ですね。こういうエアロパスとかも違うのかな。やっぱなんかとにかく走りを重視っていうことで、はいはいはい、そのなんていうんですか、ダウンフォース意識のエアロがダイナミックになってるっていう。このマフラーの位置もこれ、この位置はこいつだけ。これ488からこんな感じですよ。この感じ、はい、あ、なんかこの前のね SVJ みたいな感じですけどね。そうですよね。へー、ランボルギーニもフェラーリもなんかデザインがなんか独特になってきましたからね。あ、なんかこの色も青もちょっとメタリックみたいなね。はい、これも当時オプションで追加した。こういうラインが入ってるのね、はい。コックピットもなんか似てるよね、ランボルギーニとね。一回エンジンかけてみましょうか。はい、ね、V8、V8、ね、3.9 リッター V8、ツインターボですね。あ、ターボなんだ。一回エンジンをじゃあ、はい、かけてください。フェラーリ横開きですね、これ、ね、横開きですね、はい、アルカンターラですね、アルカンターラ。エンジンかけますね。ピスタって書いてありますね、あの、はい、あのね、はい、なるほど。吹き上がりがやっぱいいですよね。これでノーマルのマフラーですね。これもそのままです。あ、ええ、まあ、あのここであえてあのお値段は言いませんけど、お高いです。はい、まあまあの値段しますね。やっぱプレミア価格もついてますしね。希少価値がある。あります。なんで、あの限定車ではないんですけど、うんうん、やっぱ生産台数も限られてますし、はい、新車で買いたい人もやっぱ買えない車なんですよ。ずっとその、まあ、八木さんが言うヒストリー、ヒストリーあれがないんだもん、とやっぱ買えないお車なので。生意気。フェラーリはやっぱ値段はやっぱ上がりますよね。そうなんだ、はい、これも人気あってもうすぐ売れちゃう。これもお話やっぱりお問い合わせ多いですよ。あ、そう、多いです。もう知ってんだ、このピスタっていうの。ピスタはやっぱもう知ってる方はやっぱピスタだって。はあ、そうですか。俺もあのちょっとした住宅ローンより高いからね。いや、本当にそうですね。ここで寝泊まりするならまだ考えられるけど、半合炊飯までできないだろう、これ。そうなんですよ ね、 ね、すごいな、はい。というわけでね、今回、はい、あのエグゼさんから、希少なこのピスタです。488ピスタスパイダーですね。スパイダーね、ご紹介しました。多分これ紹介してるので売れちゃってるだろう ね、 ね。というわけでね、今度じゃあ田島君の時の回は、エグゼさんの回はじゃあツーリングにしましょう。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。